佐々木塾講師インタビュー第1弾は じゃあ自己紹介をお願いします。生徒から高江門と呼ばれている高野克成です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速インタビューの方に入らせていただきます。まず、当塾の講師に、応募したきっかけは何でしょう。もともと他の塾でもこう働かせていただいた時あるんですが、私のこう親がですね、こちらの塾の塾長の奥さんと、まあ、こう知り合いということもありまして、で、まあ、ちょっとお金が当時なかったこともあったりして、こういうふうな、まあ、塾もあるからバイトしてみたらどうみたいなことを言われたので、それでこちらにまあ応募させていただいたのがきっかけです。なるほど。他塾でも講師をやっていたことがあるということですが、当塾は、まあ、他の塾とはどういう点で違うというふうに感じてますか。まあ、その他の塾では実はそんなこう研修みたいなことはされてなくて、入った当初から全部任せるよというかっていう形だったんですけども、まあ、こちらの塾では週に1回はみっちりと研修を、まあ、させて、いや研修がありまして、それでかなりこう教える方、教えるこう教えた方がいいんじゃないかとかっていう、そういうふうなスキルはこう磨かれまし、磨くことができましたね。なるほど。そこが一番大きい違いってことですね。はい。じゃあですね、今までやった授業の中で印象的な出来事はありますか。そうですね、まあ、そのある生徒がこう塾に来る前に友達と喧嘩とかしたりして、ですごいこう気持ちが落ち込んでやってきた時がありまして、その時にこう、まあ、いろいろとこういろんな言葉とかいろんな教え方とか試して教えてみても、今一つこう分かったっていうふうな風にはならなくて、あんまりこう理解がそれほどできないような時があったんですけど、まあ、だんだんこう授業時間が進んでいって、時間が進むにつれて、その落ち込んでた生徒が、まあ、時間が経ったということでこう落ち着きというか、今普通の状態を取り戻してくると、それだけでこう本当に最初教えた時は全然こう理解というか飲み込めてなかったものが、気持ちがちょっと上向いただけですんなりこうその教えた内容に飲み込んでくれたりした時がありまして、なんていうか教え方というかこう理屈とかって話じゃなくて、気持ち的なところが一番大きいんだなっていうところを強く印象を受けたことがありました、ね、なるほど。やっぱりどういうふうに生徒に接したらいいかってことは、じゃあ日頃から結構、まあ、工夫をしながらやってるってことですよね。そうです、はい、単純にこう論理的に正しいことを言うっていうよりも、こうどれだけ生徒がその子は個人個人がですけど、こう受け入れやすいようにこちらがこう伝えられてるかどうかが一番大きいなと、いうことを感じました、ね、ああ、それはこちらの塾に入ってから特にってことなんですかね。そうですね、まあ、そこを結構こちらの塾で研修中に何度もこう言われたりして気をつけるようになったんですけども、まあ、やっぱりそういうふうに研修で言われたからこそそういう視点を持ってたっていうか、なるほど、で視点を持ってたからこそそういうふうに実際の授業で、あそこを気をつけなきゃいけないなっていうことを気づけて、でそこでまあこちらの当初こちらの塾に入ってた時に比べてだいぶその辺は改善できたと。なるほど。まあ、研修は決してね楽でもなければそうです、ちょろいものではもちろんないっていうか、まあ、辛いところも多分あると思いますけど、はい、でもまあそういうふうにじゃあ、まあ、高野先生は前向きに捉えて授業に生かしてくれてるっていうことですね、はい、じゃあまあ研修は、まあ、まあ役に立ってると、あそういうふうに言っていただけるとね、私としても嬉しいですけど、はい、あとそうですね、じゃあ、別の質問しますね。当塾の講師はどういう人に向いていると思いますか。やっぱりこうなんていうか、そのどれだけ生徒に寄り添えられるっていうか、やっぱ人の気持ちを考えられる人が一番向いてるかなと思いますね。そのどれだけこう自分の学力があるかとかっていうよりも、どれだけこう接する生徒一人一人に対して寄り添って、でこの子にはこういうふうに接してあげるべき方がいいなとか、っていうふうなところが配慮できる人が一番向いてるなって気がしますね。単純なこう教える技能云々ではなくて、なるほど、私もそう思います、はい、
それから、当塾で働いていて良かったと思うことは何ですか？まあ、それはやっぱりこう今まで自分の中でこう漠然とこう他の塾とかでもですけど教えた時っていうのは単純にこうどれだけ教える側が論理的に正確で正しいことを言えてるかどうかが大切だというふうに思ったんですけども、やっぱり先ほどと同じ話になりますけど、そうじゃなくてどれだけこう伝える相手に伝わるように言えるか、あるいは感情的なところをどれだけこう組んであげられるかっていう、その伝え方が一番こう学びましたね、この塾で。それっていうのは単純にこの実際にやってる授業ないだけで通じる問題じゃなくて、他の生活の中でもあるいは家族関係とかでもこういうふうに人と接すればいいんだってところが見えてきたりして、なるほど、もういろんなことで役に立つようなことを身につきましたね。そうなんですか。はい、はい、ちょっと渡されますけど、はい、まあだから単純に仕事だけじゃなくてこう日常生活の場面でも役立つことがあるってことなんですね。はい、なるほど。人とどう接するかっていう、コミュニケーションスキルがこう、そうですね、まさにアップしたってことなんですかね。はい、なるほどなるほど。それからまた別の質問で、塾講師をやる上での、悩みはありますか？そうですね、やっぱりこうどうしてもうまく教えられなかったなっていう反省は毎回毎回ありますね。もうちょっとこう違った教え方できたりとか、あるいはもうちょっと生徒に対して生徒が受け入れられるような言い回しというか接し方があったなっていうのは常にこう反省反省ですね。っていうのは悩みってことですよね。はい、はい、講師同士のコミュニケーションはいかがでしょう？まあ、和気あいあいとしてで、それでこう単純にこう仕事の内容の仕事の業務的な伝達もスムーズにいってると思いますけど、まあ、それだけじゃなくてたまには一緒に食事とかして、あるいはまあ月1回講師会というわけじゃないですけど、まあ、みんなで講師一同で集まって食事して、まあ、塾の悩みだけではなくて、まあ、ちょっとした個人的なこう付き合いとかもあったりしてかなり良好ですね。そうですね、長いしですもんね。いいですね。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ最後にですね、まあこれを見てる人は多分あの塾講師のという仕事にね、はい、興味がある方が見てくださってると思うので、まあ、まあさっきもそうですね、どんな人が向いてるかっていうのはまあ聞きましたけど、まあ見てる方に対して何かメッセージがあればぜひ。まあこう決して楽な仕事ではないですけれども、とにかく人とこう接するにはどうしたらいいかっていうそのコミュニケーションの力はすごく磨かれますし、何より人間的に成長させられる場面が多々あるので、単純にこうどうしても仕事なんで、仕事っていうとお給料というかそういうところは出てくるんですけども、その中でもものすごい充実感も得られますし、個人的なそのまあコミュニケーションスキルといいますかスキルアップも望めるようなところなんで、ぜひとも来ていただきたいところですね。そうですね、一緒に仲間として、はい、じゃあお待ちしてますということで、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。